この4つの動画を使いました。一発撮りです。うっす、ビンタです。前回と同じような動画上げていきますよ。それはまあ前回視聴回数も伸びましたしね、YouTuber として当たり前ですよ。スプラトゥーンからかの逆逆行からこの頃、今日は僕のスプラトゥーンの亡霊として今もの YouTube 界をさまよっています。誰か僕を救ってください。有名な話にクパの人っていうのはあるじゃないですか。知らないって話にならねえな。タピオカミルクティー飲みたいです。炭水化物って食べた後眠くなりますよね。あの現象人間の欠陥だと思うんですけど、どう思います？どう思わないって話にならねえな。今日もスプラトゥーンを背景として最近あったことを話していきます。友人から僕の写真が10枚くらい急に LINE で送られてきて、僕の自撮りや変顔の写真などなぜ自撮りがあるのかについては、僕がスタンプの代わりに自撮りで LINE を返すことがあるときに言っておきましょう。急にどうしたのって聞いてみたら、あーごめんごめん、妹に送ろうとして間違えちゃった。あ、そっかそっか、妹に送ろうとして間違ったのか。じゃあ仕方なくないだろ。なんで自分の自撮りをお前の妹に送ってんのは意味わかんねえだろ。だからごじったわ。よくよく聞いてみると、友人の妹がデサの練習に使われてかったらしいです。もっと意味わかんないだろ。誰の妹デサすべきものがあるんじゃないですか。まあ面白かったので OK です。僕は顔出ししていたら自撮りの動画に出してたんですけど、残念ながらですね、もう僕も大学3年生、周りの学生たちは修学に一心を始めています。僕は将来旅人になりたいので就活する気はありません。僕の友達をインスタでそれにこんなと起こしました。就活で自己分析が必要だって言われたのに、バカ出し女の人間が教えてくれてる人を募集。いや、それ意味ないだろ。それじゃあ、他己分析じゃないですか。自己分析ってあれですよね。自己を分析するやつですよね。文字通り。他のね、そう言ってますけど、いや、当てのニッタうますぎるだろ。将来は旅人になります。って言ってる僕より何千万名らいですよね。人の振り見て我が国直せ。隣の芝生は青く見る広報にも筆ならない。いくら言葉さん並べたら頭悪いのバレバレたら就活したくないです。RPG のゲームとかで武器とかでやってる人になりたい。逆に言うと、かかり物のストラさんみたいな感じですね。主人公を売り続ける目の前に並べられた仕事を行っただけの人間になりたい。夢があります。いや、ないのか。前回のサムネがひどすぎると僕の友達の中で話題らしいんですけど、何がだよ、サムネのどこが悪いんじゃ。可愛いだろ。ちなみにタイトルは人間の一番水な瞬間でケツケツ打ってる時だろうです。まあでもタイトルは置いておいて、このサムネどの作ったか気になりますよね。今日はなんと教えちゃいます。まずはハゲを2人になります。ハゲをスライドさせて文字を追加、出来上がり。やったね。以上、簡単にお尻講座でした。作れる。ご清聴ありがとうございました。話すこともないので、ここら辺で終わっておきます。バーン、幼少期は中島みゆきを聴いていました。どうも、ミンタです。お気に入りの曲は、銀の竜の背に乗ってです。あの曲、超かっこいいんですよ。今日も京都でセペラトンやっていきましょう。牙上々表現する感情をずっと見てる天井を踏み踏んでくれるとは思わなかったでしょう。僕もです。フラー湧いてきましたね。はいはいはい。プチョヘンジャ、プチョヘンジャ、プチョヘンジャって何の略なんだよ。調べてみたら、put your hands up っていうらしいです。意味がわかりませんね。解禁記事に行って、時間も戻ろうと思って、いろんなフォントをダウンロードしてきました。まずはこのフォントです。どうですか、この手書き文字に見えるフォントらしいんですけど、ちょっと見づらいかもな。ということで、お次はこのフォント。なんかちょっと可愛い感じが出てます。声も可愛くしたくなりますね。どれがいいと思いますか。まあ、このフォントが結局落ち着くような、こうやって変化を嫌って生きてきた結果、僕という現代社会の荒波に流されたけど、つまらない人間が生まれてしまったのでしょう。急に重たすぎるだ。こんな時は中島みゆきを歌いましょう。さて、急に可愛いレムの声から22歳成人男性の声になってしまいました。びっくりしたでしょ。その顔が見たかったんです。この前美容さんに YouTube やってて登録者3000人いるんですよって言ってみたら、え、地味にすごいのやめてください。なんだよ地味にって、地味にいらないだろ、普通にすごいですねでいいだろ。舐めてるだろ、明らかに舐めてないか、失礼いたしました。いや舐めてるだろ。僕のことを担当してくる美容師さんいつも攻撃してくるんですよ。ミンタさんって友達いたんですね。少し変な人ですよね。ミンタさんって面白いですよね。わら、客に対する言動ではないだろ。まあでも美容室においしんぼ持参して読んでる僕は少し変じゃないのか、おかしいか。いやでもね、自分で変な人間だよっていうのなんか違くないですか。変じゃアピールしてるみたいじゃないですか。それはかっこいい、悪い気がします。私サバサバしてるからって女の人やばいじゃないですか。俺変人だから、こんなこと言うやつはもっとやばいだろ。やりたくもないだろ。今度ゆとりですか何かの映画見に行きたいな。あの映画面白そうじゃないですか。ぜひ見に行きたい。僕の同級生消防士やっていう人がいるんですけど、この前僕の家に泊まりに来ました。僕の部屋は汚いと巷で噂になってて、例えるならば果ての砦のガーディアンの残骸からのヒントでゴミが落ちるやつ、もっといい程度だってなかったか。友達の友人入ってきた開口一番、まあ消防士やってるとこのレベルの部屋ならまだ耐えられ。いや心強い。過去僕の部屋に来た友達からは絶望とかアレルギーの根源とかほざいて嫌がりましたが、失礼だろ本当。で、優しい友達を一生大事にします。なんだよ絶望って。吉田さん、おじさんの中国でのあだ名会を滑ったので今日終わります。バーン、プリキュアです。嘘です。これは人生の先輩で僕からのアドバイスなんですけど、三次会でカラオケに行った時、プリキュアのオープニング歌うとしてあげます。これは経験だぜ。思い出すとお腹が痛くなってくる。この前大学の飲み会で韓国料理屋に行きました。いや喫煙所小さすぎるだろ。なんでこんなに狭いんだ。3人入れない喫煙所初めて見ました。網走韓国の独房の方が広かったぞ。喫煙者に厳しい世の中にあったので、昔はあれですよ、新幹線の席とかでも吸えたんですよ。それが今となってはない。値上げで高級品になるし、どこに行っても全面禁煙だしって消せませんね。おー、喫煙者多いたいけ。
大分で素晴らしい街なんですよ。特に別府駅周辺無限に灰皿が置いてます。どれくらいの頻度で置いてあるかというと2分歩けば1つあります。なんていい街なんだ。でもそのせいでせっかく前に進めないんです。灰皿を見つけるために灰皿を吸ってくるという無限ループに陥ってしまいます。素晴らしいですね。喫煙者は大分に行きましょう。タバコのついでに温泉にも入れるし一石二鳥じゃないですか。いいね。僕が住むアパートの駐輪場が小さくてですね、みんなドアの前に自転車を止めています。こんな感じ。僕の自転車ではベルがついてるんですけど、そのベルはアパートに住む知らない人がいつもリンリンって鳴らしていくんですよ。一体誰なんだよ。怖すぎるだろ。今度ドアの前で待ち構えてベルを鳴らしたやつを見つけたらドーンって言って驚かせてやろうから。まあまあいつもネタが枯渇してるとチャンネルとしてはそういう些細なことでもネタにできるし、助かるといえば助かるんですけど、誰も知らない人に自分のベルを鳴らされるのはいくら僕程度ご一報ください。ボコボコにします。そういえば今日もスプラトゥーンやっていきますの。動画時間1分あたりで言うことじゃないか、許してくださいよ。僕がアルバイトしてるコンビニエンスストアに宅配便をしてほしいという人が来ました。宛名を確認して驚き先の住所を見たときに、こう書いてあったんですよ。いや読めるわけないだろ、このまま国寄りすればいいんですよね。枝幸せ町ですね。自信満々で答えました。そしたらお客様が爆笑しながら、それ枝幸せ町って言うんですよ笑って、は何言ってんだかよ、これが枝幸せ町って読むわけねえだろ、マジかよ、嘘だろ。で自分の地名ってバグってるんですが、漢字として奇想天外に読み方するときありますよね。これがくっちゃんって読むし、このがくんねっぷって読むんですよ。普通に意味わかんないだろ。まあでも僕も北海道民としてこれから胸を張って生きていきます。ちなみに枝幸せ町ではカニが有名みたいです。まあこんな曲こそ曲調分には縁のない話ですね。カニ食べるとき食べられたら枝幸せ町って書いてあるかもしれない。そういうときは枝幸せって読むんだよ。家族に自慢してください。試合には勝ちました。さすらいのブサイクです。またの名を見たと言います。折れないシャープペンってあるじゃないですか。あれ作った人ノーベル物理学賞を授けるべきだと思います。確認にも程があるだろう。先日このようなコメントをいただきました。三田さんってお部屋あったんですね。あるだろう、何言ってんだよ。カシナさんとかで編集してるかと思いますが、とんでもねえ偏見だな。三田さんってそんな友達いたんだよ。いるだろう、友達いないとでも思いましたが、あのな、こんな風に意味不明な動画をいそいそと作っている僕にもだな、友達いるんだよ。以後面白い気は、まあでも友達は数じゃなくて質ですから、ダウンジャケットと同じです。んまあいいか。コンビニに来る高齢者の自覚ってどう対応していいかわからないですよね。皆さんもご存知の通り僕はコンビニバイトをしてるんですけど、もちろん弱い80をいとも頑張り超えてる人たちもです。人生100年時代とはこのこと。そういう人たちと少し仲良くなると皆さん同じことを言われます。もうちょいでわしゃ死ぬんじゃ、いや重たすぎるだ、冗談きついとかのレベルじゃないでしょ。そうですね、なんて肯定したいなら僕はもうクビですよ。一撃必殺のおじいちゃんおばあちゃんの自覚って絶対レードじゃん。なので最近は、あいやあと10年はいける感じありますよみたいに答えてます。いい回答あったら教えてください。長生きしてほしいです。もう一個コンビニバイトで思い出した話あるんですけど、コンビニで袋が必要か聞くときに、袋ご利用になりますか、あと袋に商品入れてしまっていいですかと聞くので、袋を使ってる結構違います。袋商品入れてしまっていいですかの時の方が圧倒的に袋の使用率が高いんですよ。やっぱり何事も受け入れがくっていうのは大事なことなんでしょうね。すごく真面目な話になってる。最近周りの友達が車を購入し始めて置いてかれてる感じがすごいんですよ。どうしてくれるんですか。原付で対抗してやろうと思います。スーパーカブめっちゃいいと思うんですよね。いつか欲しいな。この前ジャンバのポケットに100円入ってると思ったらボタン電池でした。紛らわしいな。北海道にもついに雪が積もりました。この世の終わりだ。これが全て雪なんですよ。あー最悪な時期になった。そして雪が降った次の日、道路がこんなになってました。この光ってるの何かわかります？全部氷です。いわばデスロードなんですよ。気を抜いたら即転倒、一発アウトの大勝負。転んだ瞬間周りの人に集体を晒し眠れない夜を過ごすことになります。眠れない夜を過ごすのは初めての宇宙だけで、まあそんなところでしょう。昔は初雪で喜んでいたのに、僕はいつから大人になってしまったのでしょうか。気づかないうちに大人になっている。幼少期の純粋な心はもう取り戻すことができないんでしょうね。少し悲しくもあり、成長したことに喜びもあります。待てよ、これは成長と言えるんですか？ただ一つ言えることがあります。ピースを吸ってる女の人はかっこいい。以上。